紫つゆくさ族とは、つゆくさカの族の一つで、75種が認められる。別名は、トラデスカンティア族。多年生の総本で、原産は、カナダ南部からアルゼンチン北部にかけての新大陸で、西インド諸島にも分布する。17世紀にヨーロッパに、園芸植物として伝わり、現在では、世界各地で見られ、野生化していることもある。紫つゆくさ族は、 天候にもよるが、多くは花を朝に咲かせ昼にしおれる。地上部は、野か,から草のように這うものもあるが、紫露草のように立ち上がって30から60センチメートルになることもあり、自然では森林や開けた場所で一個体ずつまたは群落になる。細胞遺伝学的には、染色体の数と構造の進化の点で関心が持たれている。経済的には、園芸植物のほか。 雑草として農業の邪魔になる。また、環境中の変異源に対する指標生物として用いられることもある。俗名のトラデスカンティアはタイプ種の紫つゆ草の原産地であるアメリカ東部バージニアから多くの植物をもたらしたイギリスにジョン・トラデスカントへの懸命である。多年生草本でうものや立ち上がるものがあり、立ち上がるものは30から60センチメートルに達する。 葉は長く、肉質で、健常から非神経、長さ3から45センチメートルと種によって、幅がある。花は、青が多いが、白、ピンク、紫もあり、花弁は3枚、薬は黄色く6本あるが、稀に奇形を作る。汁は、粘性があり、透明。紫つゆく属は、ヨーロッパや北米では観賞用植物として人気がある。 温帯の種は、野外の園芸植物、紫おもとや、島紫つゆくなど、熱帯の種は、観葉植物として栽培される。北、アメリカでは分布域の重複する地域で紫つゆく大紫つゆくティーサベスプラが自然に交雑し、紫つゆくに近い品種のほとんどがこの、主観雑誌シトラデスカンティアア・アンダーソニアナに由来する。温暖な地域では、 観葉植物として栽培される、紫御殿紫尾本、島紫つゆ草などが一出して野生化している。野博多から草は、茎の破片から容易に再生するため、アメリカやオーストラリア、ニュージーランドで雑草化しており、日本でも局所的に見られる。紫つゆ草族の一部は、犬や猫などの皮膚に対して、アレルギーを引き起こすことがある。原因となる種には、 紫御殿、紫カ野カラク草などがある。大紫つゆク草は、アメリカ先住民によって食用され、また腹板などに対しても用いられた。また、オしべの毛の細胞が青色の場合、ガンマ線などの放射線によってピンク色に変わるため、環境中の放射線レベルを評価するのに用いられることがある。ありがとうございます。